どうやってアレンジを楽しんだらいいのかなっていうのいつも悩んじゃうんですけど、アイテム数が少なくなるので、なんかおしゃれするのがすごい難しくなるんですよ。そういう時にディテールにこだわったブラウス着るっていうのがおすすめなんですけど、首元を大きめに開けてるんですね。でも開きすぎてこうちょっとかがんだりとかした時に見えるのも嫌なので、そこのギリギリのラインを作ってまして、気になるその首のラインとか、例えば肩の盛り上がりとか、二の腕のそのプニプニとか、ここはなんかそういったことを着るだけでスタイルアップもしながら、黒の普通のパンツとかでスカートにもインできるようにこれは作っているので、フレアスカートとかお持ちだと思うんですけど、そういったものにインして、これを着るだけでも様になるっていう、なります。これは1枚で後ろはゴムになっているので、食べてもどなたでもありがたい。あとですね、そのオーガンジードットブルゾンっていうのを出してるんですが、これ今着てらっしゃるやつ、冷房対策のアイテムって定番はカーディガンだと思うんですけど、ちょっともう羽織るだけで可愛くなれる、なので夏は本当にシンプルなワンピースとかパンツ合わせもね可愛いので、カジュアルスタイルにこれをこう羽織るだけで、袖が透けているのでブルゾンなんですけれども、真夏でも羽織っていただけるような感じで、涼やかな感じで涼しげですよね。で次なんですけど、はい、セーラーカラーワンピースってギリギリ二の腕が前から見た時に、確かに隠れてる、ここのこんもり感が見えないように透けたりはしない、薄い裏をつけてるので透けなくて、これ下までボタンで開くようになってるので、開けて中 T シャツ着てジレとしても使っていただけるので、その場合は下はデニムとか合わせていただいたり、ショーパンでもいけます。お顔周りにシャープさをちょっと持ってこられると細見えするので、 V ネック選ばれるとスタイルアップ。今日も V ですもんね。しまった閉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 まった